なあ、俺たち旗から見たら変じゃねえか。そうか、野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。わからん、だが可能性はある。ミキコが次に剣持を狙ってるんだよな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん。同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ。さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。この前話しとったジジイがおるやろ。立ち退き拒否しとる一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの。孫みたいに可愛がっとる犬ころがおんねん。あれさらってやったわ。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやったね。それじいさんに食わしてな、犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。しゅーちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。
西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やねん。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく行ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが、あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレン会で竹にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったらハングルとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで、ハングレなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやねん。寄付なんかもしとるなんて。そうなんだ。新しい店か。気のせいか。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？ああ、ガキは引っ込んでろ。話せってんだろ。純のやつ、たく仕方ねえな。このガキは。早く行きなよ。あ、ありがとう。邪魔しやがって。こりゃしつけてやらねえとな。待て、そいつは俺の連れだ。文句なら俺が聞いてやるよ。んだてめえ、こいつの親父か。だったら親子まとめて教育してやるよ。さあ来い。でやさん、悪い。剣持ちを追わなきゃいけないのに。そうだな。だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持ちはまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ。そこで死んだ足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。あれ、かそん時外すんかな。普通は外すんじゃない。せやけど葬儀屋かてそんなとこまで見えひんやろ。お稲荷さんの裏側やし気づかれんのちゃう。お稲荷さん知らん。お稲荷さん、あそこのことそういうやろ。え、耳たぶってお稲荷さんって呼ぶの？もしかして大阪の方言？おいおい、かまととぶるなや。
カマトと？あかん。あかんわ。ジェネレーションギャップか。お前には教育が必要そうやな。はあ。飯でも食うか。飲むもないか。兄貴、あいつらっす。ん？あ、さっきのお前か。俺の後輩を可愛がってくれたのはよ。お礼に来たぜ。死ねや、俺は。ねえ、もうめんどくせえな。それどころじゃねえが、仕方ねえ。速攻で片付けてやる。手間かけさせやがって。ジュン、急いで剣持たちを追うぞ。俺のグレンカイもでかくなったもんや。最初は9人かそこらの大学のサークルやったやで。すごいよね、
しゅうちゃんのことを慕ってたくさんメンバーが増えたんだよね。せや、グリーン会はなフラットやからな、上下関係とかないね。そこがええらしいんや。みんなニックネームで呼び合うんやで。俺はな、上下関係とかそういう堅苦しいの嫌いやね。そうなんだ。グレン会のメンバーはみんな友達や。一緒に飯食って酒飲んで旅行にも行く。困った時は助け合う。仲間傷つけたやつは許さへん。仲間傷つけるやつがおったらみんなで一緒に袋叩きにすんね。せやけど入るも抜けるも自由、縛りもあらへん。それがルールや。じゃあ抜けた人は仲間なの？もちろんや。せやからカムロ町でグレン会の OB 殺しとる女は必ず見つけ出してぶっ殺さなあかんねん。生きたまま皮剥いで、その皮目の前で犬にでも食わしたるわ。楽しみやわ。偉いね、しゅうちゃんは。友達を大切にするんだ。なあ、あそこって何？ああ、お前は知らなくていいことだ。あ、あれってどうした？あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。まずい、罠だ。え？剣持ちの野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。話せ！ミコさん！くせえ！どうする？もたもたしてられねえ。勝ち込みだ！マジで？俺はどうすれば？危ねえから、お前は事務所に戻ってろ。分かった。母ちゃんのこと頼んだからな。